はい、今日はですね、2024年のね、9月16日に秋葉原のね、ホビーランドポチのポチフェスですね。そこ行ってきたんでね、まあ写真をね、撮ったので、ざっとね、話していきたいと思います。まあ9月16日、3連休のね、3日目ということで、結構ね、人はやっぱり混んでましたね。で、これが UDX ビルですね。ホビーランドポチの会場ということで、アーバンディベロップメント X っていうことでね、略称はそんな感じで、2007年か2008年にね、グッドデザイン賞をね、獲得したと、ウィキペディアに書いてありましたね。で、ホビーランドポチのポチフェス会場前ですね。ホビーランドポチ新宿店が10月19日にフロア拡大オープン。で、ホビーランドポチ大宮店が12月14日にオープンということでね、すごいですね。どんどん店舗増やしていきますね。で、鉄道模型フェスティバル in 秋葉原。僕はまあ16日3日目に行きましたね。で、買った商品がね、これとジオコレの詰め合わせと、情景コレクションのザ人間シリーズですね。いろいろな人々詰め合わせということでね。ホビーランドポチのね、YouTube のチャンネル登録者数が5000人いったってことでね、特別企画で5000円均一っていうのをやっていてですね。まあそのコーナーに置いてあったものをね、2つ買いましたね。で、ジオコレ。まあ、あと、電波塔とかね、解体中の建物、あと、電柱 B とかね、工事現場 C とかね、この工事現場 B っていうのが、ゲートと塀ってね、なんか同じ章に入れてきたんですよね。同じ章に入れてくんな、この野郎。あ、しまった、すいません。乱暴なね、言葉遣いはいけませんからね。まあ、この辺にしなきゃいけませんけども。で、人間の詰め合わせはね、自転車に乗ったおじさんとか、あと、浴衣着た人とかね、あと酔っ払いとか、かな。いろんな人形が入ってましたね。あとこれ農家の人とか、これもまた浴衣着た人だね。で、学生さん。これなんだろう、これ普通の人かな。で、これもなんだろう、座ってる人とか、あと工事現場の人とかね、いろんな人形がね、入っていましたね。はい、ということでね、まあこんな感じなんですけどね。あと、ポチフェスに使った金額のね、10%を寄付するっていうのも、また動画にしてね、まあ、ポチフェスで使った金額10%をね、寄付するって、まあ自分で決めたことなんでね、まあそれもね、動画にしてやっていきたいなと思います。最後までね、聞いていただきありがとうございました。